私の授業では教科書や参考書から研究室レベルまでの本質的な知識まで一気に踏み込みます。今までつまらなかったはずの勉強が1ヶ月後にやみつきになった方もいらっしゃいます。私が勉強を教えるときには次の3つの視点で教えることが多いです。1、すべての学習分野で歴史を概観。どんなことにもいきさつがあります。教科書で結果だけ見ると難しいことも途中経過を見るととても共感できる知識がたくさんあります。2、語源や文化、社会問題など背景知識の補強。脳はすでに知っていることをつなげることで加速度的に成長するのです。昔の人類が使っていた言葉、語源は多くありません。語源やルールの組み合わせが言葉や文化の根本を成します。3、教科書知識からネイチャー、サイエンスなど科学系論文へのアクセス。教科書の知識が今の社会でどのように使われているかを知ると、知識発見の経緯と組み合わせることで人類の進歩を感じることができます。茨の道と思われる受験期間は、ゴール直前まで巨人の肩に乗って送迎してもらいましょう。本当はもっと勉強を楽しみたい人、成長欲求が強い人、勉強が余裕すぎてつまらなくなってしまった人、歓迎します。まずは体験授業を受けてみてください。短い時間だけでもきっと役に立つ話ができると思います。それでは体験授業で会えるのを楽しみにしています。